ただいまから戦没された御霊のご冥福を祈り、合わせて世界の恒久平和を記念するため、平成29年沖縄全本日ここに内閣総理大臣をはじめご来賓多数のご臨席と県内外からのご遺族並びに県民多数のご参列を賜り、平成29年沖縄全戦没者追悼式を執り行うにあたり、すべての戦没者の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心から哀戚の意を表します。卑劣を極めた沖縄戦が終結してから早くも72年の歳月が流れました。今多くの参列者とともに激戦の地であったこの真文の丘に集い、ご家族や肉親の行く末を案じつつ、亡くなられた御霊の無念さ、ご遺族の深い悲しみに思いを致すとき、万感無念に迫り哀戚の念に絶えません。先の大戦における激しい地上戦の中で、軍人軍属のみならず一般住民までが苛烈な戦火に巻き込まれ、20万人余の尊い命と幾世代にもわたって引き継がれてきたかけがえのない貴重な自然や文化遺産を失いました。戦後72年もの歳月が経過しておりますが、沖縄には今もなお広大な米軍基地が存在し、県民は基地があるがゆえの事件事故等により苦しみ続けております。過重な基地負担の軽減とは言いながら、外来機の相次ぐ飛来や派手な基地でのパラシュート降下訓練の強行など、実際には負担軽減に逆行する状況にあると言わざるを得ません。改めて基地負担の軽減の実現を強く望むものであります。今年3月には全学徒隊の碑がここ平和記念公園に建立され、今月4日にはハワイ捕虜収容所沖縄県出身戦没者慰霊祭がハワイで初めて行われるなど、悲惨な沖縄戦の実相を後世に伝える取り組みがなされたところであります。私たちは慰霊の日の今日、亡くなられた20万人余の犠牲を悲しみで終わらせるのではなく、亡くなられた方々の無念の思いを心に深く刻み、二度と戦争を起こしてはならないと平和への誓いを新たにするものであります。平和を希求する私たちウチナーンチュの思いが全世界の人々の心に共鳴し、世界中の国から争いが消え、恒久平和な世界が一日も早く訪れることを心から強く願うものであります。結びに、すべての御霊の安らかなご冥福と、ご遺族並びにご参列の皆様のご健勝、ご多幸を心から祈念申し上げまして、式辞といたします。平成29年6月23日、沖縄県議会議長、新里米吉。黙とう。追悼の言葉。本日ここに内閣総理大臣はじめ各界代表の方々およびご遺族多数ご参列のもと、沖縄県主催による沖縄全戦没者追悼式が挙行されるにあたり、戦没者遺族を代表して
謹んで哀悼の言葉を申し上げます。今年はあの凄惨な沖縄戦から72年、忌まわしい地獄のような戦争体験が昨日のように脳裏に浮かび万感無に迫るものがあります。お家の皆様は祖国の繁栄と平和を願い、家族の幸せを念じながら戦場へと赴き、帰らぬ人となり、また一般の住民が戦火に巻き込まれ倒れたことはさぞ無念だったことでしょう。歳月をした今日でも深い悲しみと地域の情は募るばかりです。ご英霊の皆様と過ごした在りし日の情景がまぶたに浮かびます。楽しかった時の皆様の笑顔、悲しかった時は共に涙し、反抗した時の目をつらげた顔がまぶたに浮かび、目頭が熱くなるのを禁じません。皆様を失った私たち遺族の悲しみは海よりも深く、筆舌に尽くし難く、時には心が折れそうな時もありました。その心の痛みに耐え、お互い助け合い励まし合いながら、ご英霊の面影を無理に懸命に生き抜いてまいりました。1945年4月1日、米軍は沖縄本島に上陸、日米両軍による地上戦は凄惨を極め、一般住民をも巻き込む悲惨な戦闘が行われ、当時の人口の約3分の1に相当する20万人の尊い命が犠牲になり、甚大な被害を被りました。終戦から72年、未だに地下に埋没した軍骨が発見され、公共工事や各地造成工事現場等では、米国製観光団の不発弾も発見され、沖縄の戦後は未だに終わっていないのだと実感しております。私たち戦没者遺族は、英霊顕彰と平和運動を推進するための県内各地、全国都道府県から遺族の代表が参集し、南部の激戦地を御霊のご冥福と世界恒久平和を祈願し、第56回平和祈願慰霊大行進を実施、ただいまこの追悼式に参列いたしております。沖縄には未だ広大な米軍基地があり、米軍北間飛行場の早急なる移設を熱望すると同時に、戦争につながる新たな基地建設には遺族として断固反対いたします。二度と悲惨な戦歴史を繰り返さぬよう、戦争から学んだ教訓と平和の尊さを次世代に継承し、恒久平和に向けてなお一層精進することをお誓い申し上げます。本日の追悼式に参列いただきました安倍晋三内閣総理大臣におかれましては、戦没者のご英霊にご冥福をお祈りされますことに、遺族を代表いたしまして心よりお見舞い申し上げますとともに、我々遺族の懸念は戦没者への強い思いから県内各地に建立されている400余りの慰霊塔の現状が、戦後72年を経過した今日老朽化し悲惨な状況にあることであります。国として戦没者慰霊塔については、今後整備統合するという方向で進められているようでありますが、この中の地上戦があった悲惨な事実を後世に語り継ぎ残しておくべき塔については、国としてぜひともご認識いただき、今後の維持管理については遺族の総理として総理に対し特段のご配慮をお願いする次第であります。結びに御霊のご冥福とご臨席の皆様方ならびご遺族の皆様方のご多幸とご健勝をお祈り申し上げますとともに、世界の恒久平和を心から記念申し上げ追悼の言葉といたします。平成29年6月23日一般財団法人沖縄県遺族連合会会長宮城徳馬さん。平和宣言。72年前、ここ沖縄では住民を巻き込んだ
激しい地上戦が繰り広げられました。昼夜を問わないすさまじい空襲や艦砲射撃により、自然豊かな島の風景、貴重な文化遺産、そして何より尊い二十数万人余りの命が失われました。戦争の不条理と残酷さを体験した沖縄県民は、何をおいても命こそが大切であるという命ず宝の思いを胸に、戦争のない平和な世の中を希求する沖縄の心を強く持ち続けております。戦後沖縄は27年に及ぶ米軍統治を経て念願の本土復帰を果たしました。沖縄県民、そして多くの関係者のご尽力により、現在沖縄は国内外からの多くの観光客でにぎわうなど、大きな発展を遂げつつあります。しかしその一方で、戦後72年を経た今日においても、この沖縄には依然として広大な米軍基地が存在をし、国土面積の約 0.6% に過ぎない島に、米軍専用施設面積の約 70.4% が集中をしております。復帰すれば基地負担も本土並みになるという45年前の期待とは裏腹に、いまだに私たちは米軍基地から発生する事件、事故、騒音、環境問題などに苦しみ悩まされ続けています。沖縄県は日米安全保障体制の必要性、重要性については理解をする立場であります。その上で、日本の安全保障の問題は日本国民全体で負担をしてもらいたいと訴え、日米地位協定の抜本的な見直しや米軍基地の整理縮小などによる沖縄の過重な基地負担の軽減を強く求め続けています。しかし昨年起こった痛ましい事件の発生、オスプレイの墜落をはじめとする航空機関連事故の度重なる発生、嘉手納飛行場における米軍のパラシュート降下訓練や相次ぐ外来機の襲来以来、移転合意されたはずの旧海軍駐機場の継続使用の問題など、目の当たりにすると基地負担の軽減とは逆行していると言わざるを得ません。特に普天間飛行場の辺野古移設について、沖縄の民意を顧みず工事を強行している現状は容認できるものではありません。私は辺野古に新たな基地を作らせないため、今後も県民と一体となって不退転の決意で取り組むとともに、引き続き海兵隊の削減を含む米軍基地の整理縮小など、沖縄の過重な基地負担の軽減も求めてまいります。国民の皆様には、沖縄の基地の現状、そして日米安全保障体制の在り方について、一人一人が自ら当事者であるとの認識を深め、議論をし真摯に考えていただきたいと切に願っています。一方、世界では依然として地域紛争や人権侵害、難民、飢餓、貧困、テロなどが人々の生活を脅かしており、また国際情勢は目まぐるしく変化をし、予断も許さない状況であります。今こそ世界中の人々が民族や宗教の違いを乗り越え、協力して取り組んでいくことが求められています。今年は日本国憲法が施行されて70周年、沖縄県に憲法が適用されて45周年になりますが、この節目に憲法の平和主義の理念を再に確認し、私たち一人一人が世界の恒久平和を強く願い求め、その実現に向け努力を続けなければなりません。先日お亡くなりになった大田正秀元沖縄県知事は、沖縄が平和の創造と共生の礎となり、再び戦争の惨禍を繰り返すことのない機会として、敵味方の区別なく沖縄戦で命を落とされた全ての方々を追悼する平和の礎を建立されました。
私たちは沖縄に暮らす者として、この平和の礎に込められた平和の尊さを大切にする思いを次世代へ継承するとともに、未来を担う子や孫のため、安全安心に暮らせる優しい社会、いつまでも子どもたちの笑顔が絶えない豊かな沖縄の実現に向けて絶え間ない努力を続けてまいります。慰霊の日にあたり、戦争の犠牲になった多くの御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、平和を希求する沖縄の心を世界へ発信し、恒久平和の実現に向け取り組んでいくことをここに宣言をいたします。平成に私たちは
先にまで流れるあの日の記憶をいつまでも紡ぎ続けることができる。しかも私たちはこの澄んだ空を二度と黒く染めたりしない。しかも私たちはこの美しい大地を二度と切り裂きはしない。ここに誓おう。私たちはこの国は、この世界はきっと愛しい人を守り抜くことができる。この地から私たちは平和の使者になることができる。6月23日、銀の甘書が清らかに揺れる今日、おばあたちが見守る空の下、私たちは誓う。私たちは今日を生かされている。全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れた方は戦火に遭われ亡くなられた御霊に向かい謹んで哀悼の誠を捧げます。先の敗戦において、ここ沖縄は国内で最も苛烈な地上戦の場となりました。のどかな日常は修羅の巷に変じ、20万人もの尊い命が失われ、豊かな自然は焦土と化しました。多くの方々が家族の育成を案じながら犠牲となられ、豊かな人生を送るはずであった子どもたちの輝かしい未来、多くの若者の夢や希望を無残にも奪われました。平和の礎に刻まれた多くの戦没者の無念を思うとき、胸塞がる気持ちを禁じえません。沖縄戦から72年が経った今日においても、決して言えることのない最愛の歴史を失ったご遺族の皆様の深い悲しみ、そのことに思いを出し、そして私たちが享受する平和と繁栄は、沖縄の人々の言葉では言い表せない途端の苦しみ、苦難の歴史の上にあることをかみしめながら、静かに神戸を垂れたいと思います。我が国は戦後一貫して平和を重んじる国として、ひたすらに歩んでまいりました。戦争の惨禍を決して繰り返してはならない。この決戦たる誓いを貫き、万人が心豊かに暮らせる世の中を実現する。そのことに不断の努力を重ねていくことを改めて御霊にお誓い申し上げます。お聞き様の方々には、長きにわたり米軍基地の集中により大きな負担を担っていただいており、この現状は到底是認できるものではありません。政府として基地負担軽減のため、一つ一つ確実に結果を出している決意であります。昨年12月には20年越しの関係者のご努力により、県内の米軍施設の約2割に相当する北部訓練場の過半、本土復帰後最大の返還が実現しました。今後、地元の皆様のご意見を伺いながら、地域振興に向けて基地の跡地利用を政府として最大限支援してまいります。これからもできることはすべて行う、沖縄の基
基地負担軽減に全力を尽くしてまいります。沖縄は美しい自然の中で豊かな文化を育んできました。成長するアジアの玄関口に位置し、出生率は日本一です。沖縄の尽きることのない魅力に惹かれて、この地を訪れる人々や寄港する外国クルーズ船の数は近年目を見張るほど増え続けており、沖縄はその優勢潜在力を存分に生かし、飛躍的な発展を遂げつつあります。私は可能性に満ちた沖縄の明るい未来を切り開いていくため、先頭に立って沖縄の振興をさらに進めてまいります。結びに、この地に眠る御霊の安らかならぬこと、ご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。平成29年6月23日内閣総理大臣安倍晋三。沖縄県庁記者クラブ代表で、幹事社の沖縄テレビの普天間と申します。よろしくお願いします。尾長知事の平和宣言にもありましたが、アメリカ軍普天間飛行場に関する質問です。沖縄県は来月にも国を相手取って、こっちの工事の差し止め訴訟を提起する方針です。こうした状況でも、これまでと変わらず移設計画を進めるかどうか受け止めを伺いたく思います。また、法的な対抗措置、工事の遅延による損害賠償の請求も視野に入れているかどうか伺います。沖縄の基地負担の軽減は政府の重要なこれは責務であります。今後もですね、基地負担の軽減に向けて政府として全力を傾けてまいります。学校や住宅に囲まれた市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければなりません。普天間の一日も早い全面返還を実現する、その思いは国も県も同じだと思います。その実現のために国と県が協力をしていく、共に努力をしていくことが求められていると思います。昨年の合意、和解合意に従ってですね、政府としては誠実に対応していく考えであります。政治に対応していくというのは、この工事の差し止め訴訟に対してはどういうふうに、対応するかということを伺いたいんですが、この和解はですね、共に、協力をして、そして共に努力をしていくという精神のもとに合意されたわけでありました。政府としては今後ともですね、この和解に従って政府として誠実に対応していく考えであります。移設工事は変わらず進める考えに変わりはありませんか？基本的に、この大切なことはですね、昨年の、和解合意ができたわけでありますから、この和解合意に従って、誠実に対応していきたいと思います。お願いいたします。幹事社のテレビ安田です。はい、今日は都議選の告示日でもあります。野党は国会運営や賭け問題で批判を強めています。総理の今回の都議選に対する受け止めと戦い方を教えてください。はい、東京都議会議員選挙はですね、これからの都政の在り方を決める重要な地方選挙であります。都民にとって暮らしやすい街をどのように作っていくのか、安全でそして子育てしやすい環境も素晴らしい街をどのように作っていくか、また近づいてきた東京オリンピック・パラリンピックを成功に導いていく上において都政をどのように進めていくかなどですね、都民の皆様が直面するさまざまな課題についてこの選挙戦を通じて議論がなされると、こう考えています。自民党としてはですね、
地域に根付いた活動を、まあ、地道に行ってまいりました。そうした活動の上に立って身近な政策についてしっかりと訴えていくことによって一人でも多くの候補者の当選を目指していきたいと考えています。東京都連を中心に戦いを展開していくことになると思います。